日本ハム新庄監督、上原くんには試合を作ってもらいたかった、乱調の上原に苦言。23日、日本ハムはオリックスに3対9と敗れた。連勝は2でストップ、エスコンフィールドの連勝も8で止まった。首位ソフトバンクとのゲーム差 6.5 は今季最大となった。4月7日以来の先発だった上原が乱調、今季チーム最短となる1回3分の1で KO、結果は被安打8、失点6だった。試合後、新庄監督は報道陣の取材に対応せず、球団を通じてコメントのみ発表。最近打線の調子が良かったので、上原くんには何とか試合を作ってもらいたかった。フォアボールはいらんわと苦言を呈した。これにネット上では、上原は四球を出さないようにって投球になってしまっていて、持ち味が出せていないように思う。ゾーンで勝負できる投手なのに、お気に入ってヒットでランナー出し、勝負しにくくなって。結局四球でピンチ拡大からのタイムリーが、今年の投球スタイルになってしまっている。去年のいい時はもっと押し込めていたイメージ。新庄監督が一番嫌いなフォアボール。フォアボールは相手を楽にして自分を苦しめるだけ。流れが、空気が、試合が悪い方に行く、それなら打たれた方がいい。もしかしたらファインプレーや、走塁ミスでアウト取れるかもしれない。そのチャンスすらないのがフォアボール。